最近ナッシュさんとの方針が変わりまして、スーツチャンネルのリンクを経由して初めて購入していただいた方はなんと5000円引きになることになりました。ゲストの樋口一葉さんにお越しいただいています。どうですかこの施策。もう前から申し込んでた。ああ残念、じゃあ5000円引きにはならないですけれども、でももっと早いうちからナッシュの利便性を使うことができていたというのは良かったですね。ナッシュよろしくお願いします。お、来た。めっちゃいいやつ来たじゃないですか。こんなの来ることあるんだね。青い両毛がこれ普通赤いんですよ。あ、カルピスとコラボしてんのね。カルピスから金もらってんのかな。今日は東京から群馬に行く出張客御用達特急両毛号に乗車中です。もう床の音がいいんだよな。耳を澄まして聞いてみましょう。車内放送聞いてる場合じゃない。この列車は特急50年ぐらい前の電車を改造して使ってるんですよね。もともとデラックスロマンスカーってやつだったんです。それの車体の上部分を取り替え、あらゆる部品を取り替えて、でもまだ使っています。関東で一番古い特急電車なんじゃないか。あ、でもまだ西武鉄道のこのニューレッドアローってのがあるから、あれも50年ぐらい使ってるんですよね、元をたどれば。今楽しい朝ラッシュの時間です。特急両毛号は最優先で運転されていますが、通勤の時間帯で電車の本数も増えています。特にやっぱみんな朝にまとまって通勤してくるんで、朝の本数が多いですよね。こちらは向かい側に映ってる電車はそんなに混んでいないようですが、これは東京と逆側に今埼玉の方へ向かって出ていく電車だからね、向こうから来る電車はすごいと思いますよ。痛い痛い痛い、あ、見えない。通勤客の音量を保つための壁、まあ多分ここのホームがねちょっとちっちゃいんですね。だからこう一個のホームを縦に並べて、反対側にお客さんが落ちないように壁を設置しているという珍しい駅でした。中目黒行きの普通電車、あ、お客さんでいっぱいですね。で昔ほどの超満員電車じゃなくなったかな。コロナ前とかなんかもっとヤバかったと思うんですよね。とはいえ、いやすごい数だという電車がすごい本数上り方から押し寄せてきます。あ、ほらほら行ったそばからですよ。これ急行かな。西新井停車だからちょっと速度が遅くなってますね。びっくりするほど古い電車が急行電車で使われてる。あれも40年は使ってますね。古いものを大切に使う東武鉄道、冷房の効きもいいですね。今回はですね、リハックって番組あるじゃないですか。あの高橋さんという方からちょっとスーツさん出演してくれないませんかって言われまして、今からリハックの高橋さんと自民党の茂木幹事長と3人で栃木県足利を旅する動画を撮るために、まあ、今僕移動中なんですよね。それでちょっとついでに動画撮ってるんですけど、これ大丈夫なんですかね。めちゃめちゃ政治色強いじゃないですか。いや本当に別に自民党に投票してくださいとか自民党なんかに投票するなみたいな、まあ、そういう風なのではなくて、ただ僕は番組の出演者として呼ばれていくだけなんですけどね。なんかよくコメントも来るんですよ。なんかスーツはなんか政治家になったらどうですかみたいな、なんでかわかんないけどよく言われるんですけど、全くそういう意図も一切ありません。さて、いよいよ主要駅春日部を通過します。お、スペーシアがまた出てきたな。車庫から出てきたのかな。通勤のお客さんは乗せませんもんね。あ、通勤の人乗ってる。なに、みんなあれで通勤してんの。わ、みんな通勤してんの。ちょっと豪華すぎるな。この春日部駅はちょっと面白いところで、今線路が剥がされています。大昔から100年ぐらい使ってたんじゃないですか。でも昔ながらのプラットフォームをついに役目を終えまして、この春日部駅はもう少し時間かかりますが高架化される予定です。それに先立ってホームはただいま解体を始めたところなんですね。つい最近です。また昔の電車が。東武鉄道を取り巻く景色ってなんかあんまり変わらないです。まあ、変わったか。あ、これが有名な赤砂踏切で、あれが解消される見込みだそうですね。春日部って結構主要駅なんですけど、ね、これ左側もね見ればすごい景色があったんですけど、これ両毛号は通過してしまう。止めた方がお客さん儲かるんじゃないかと思うんだけど、結構すごくてね、北千住を出てから東武動物公園まで26分間もノンストップで走ります。実に 33.9 キロも途中停車駅はないのです。この人口で言ったら世界屈指の関東平野の中で33キロもノンストップで走り続けるとは勇気ある停車駅設定ですよね。どっか越谷とかで止めたらお客さんが拾えるんじゃないかと思うんですけど、まあ、それよりもどんどん先に走らせた方がいいという考えなのかな。また昔の電車が、なんか見た目ものすごく古い感じするじゃないですか。なんか80年ぐらい前の電車見える。そんなに古い電車じゃないみたいです。デザインがちょっと古いっていうだけでね。北春日部の車両基地が見えました。入庫している電車1万30系、ちょっと名前わかんないんですけど。お、スペーシア X もいるいる。かっこいいよね、どの電車も。
品格のあるワインレッドというそうです。あ、ようやく田んぼが出てきましたね。これ東京から多分一番最初の田んぼだ、今のところが。春日部の先に田んぼがあるんだ。やっぱりさっき北春日部のところに車両基地があったじゃないですか。あの車両基地を置くってことは、あの先から先列車の本数が増えるってことですよね。いや、なんでこうだん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 少しずつ郊外に出ていくという、この関東平野のグラデーションも見ていくと楽しいものがあります。田んぼじゃなくてなんかこういうのもあるな。何の木？なんか柑橘、みかんみたいに見えたな。動物園到着です。おー、なんかいい電車がいるね。これ東急だ。ここで運転手さんと車掌さんが交代します。東武動物公園はそのものすごく乗降が多い駅というわけでもないと思うんですが、止まってる理由は動物園輸送以上に多分乗務員さんの交代の目的で止めてるんじゃないのかな。ここで右手に線路が分かれていきまして、あれが日光に行くやつですよね。東武鉄道は栃木県日光方面と、それから群馬県桐生とかね、それからまあ足利は栃木県ですけど、なんかその栃木なのか群馬県なのかよく分からないエリアが強いのが東武ですね。動物公園を出ますとスピードはますます上がりました。この列車の最高速度110キロなんですけども、ただいま103キロ、さっきはね110キロぐらいまで出していました。もうこの辺りまで来れば列車の本数も減ったので、特急も前後の列車に気を使うことなく伸び伸び走るようになったんでしょう。両毛号の車内をまだ紹介していませんでしたね。2列掛けのリクライニングシートが並ぶ内装ですが、これ10年ほど前に新しいリクライニングシートが装備されました。だからまあ新しいやつなんですけど、これの座席になる前がねすごかったんですよ。もうなんかグリーン車みたいな座席だったんですよね。もともとデラックスロマンスカーという電車だったじゃないですか。そのデラックスロマンスカーで使ってた座席を使ってたんですよ。座席の幅はそんなに広くなかったんですけど、すごい昔の座席っていう感じでね。前に一般合計のグリーン車の動画紹介したことあると思うんですけど、これがちょっと狭い間隔で並ぶみたいな感じで超良かったんですよ、前の座席。次に茎です。茎はね、右手に東北新幹線、左手に東北本線が見えるんですけども、昔寝台特急北斗星とここで並走したことありましたね。あれすごい楽しかったな。もう二度と見られない。カシオペアならまだ見られるか。あとこの電車の座席なんですけど、これは他と違うんですね。ちょっとこうオレンジ色みたいな、茶色みたいな色になってますが、これ昔の東武鉄道の電車で使っていた座席の色で、この電車だけ昔風に色が変えられています。特殊デザインなんですよ。なぜかというと、多分これはね東武鉄道で一番古い電車なんじゃないかな。床下から音が聞こえてきました。結構でかいモーターの音です。このうなりを上げているモーターはだいたい50年ぐらい前のものらしいです。で、特にこのカルピスの色に塗られているこの車両は1956年に製造されまして、今から68年も前に走り始めて、まだ使っていると。あらゆるものを改造したり更新したりしてるので、例えばこのドアも別に68年前のものではないですし、この床もね別に68年前のものでなければ、床下のモーターも別に昔のものではなく、どん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 新しいものに変えてはいるんですけれども、まあアンパンマンが顔を付け替えて、その後下半身を付け替えても、お前アンパンマンじゃないですか みたいな感じですよ。 JR 四国さん見てますか、これが本当のアンパンマン列車ですよ。とはならねえな、これアンパンマン列車って言われる。この電車来たらちっちゃい子が泣きますよ。ようやく座席にも座ってみたんですけど、この電車ね、車内が静かすぎるんだよな。一応モーターとかついてて、しかも大昔のモーターをつけてるわけですから、騒音とかね、うるさそうなんですけど、寝台車に乗ってるのかっていうレベルで、下手すると寝台車よりも静かなんじゃないかな。なんでこんな静かなのかな。ちょっと静かすぎてね、いつも騒音に紛れて動画用のナレーションを組み込んだりするんですけど、ちょっとそれはできないぐらいだわ。ちょっと朝ごはん食べられなかったんで、とりあえず非常食として用意した羊羹を食べます。長崎で買いました。不審な人や物を見かけた場合は近づかず、警察官、用具、俺じゃん。この両毛号はビジネス特急と言われておりまして、群馬県各地の工場地帯を結ぶんですね。駅の裏手のこれもなんかすごい建物だ。この両毛号が走っている群馬県と栃木県の間、宇都宮と高崎の間の何があるのかよくわからない感じのこのエリアなんですが、この辺は昔非常に大きな養蚕地帯として、蚕をたくさん育てて、それを海外に売って日本の国家経済を支えたという歴史がありまして、でその産業転換で今養蚕というのはないんですけれども、
その代わりにどんな企業があるかといえば、あの日清政府に代表されるようないくつもの大企業が自動車のスバルとかね並びまくっているわけです。だからこの特急両毛号にもそうした工場地帯への出張の人たちが大勢乗っているわけです。実にこの館林から先線路が三方に分かれます。あっちに今一本分かれて、次にこれもまた右手分かれるんじゃないかな。こう分かれました。そしてここから先は単線での運行で反対から列車が来ることはありません。昔から軽工業が極めて盛んだったこの地では各地で鉄道を必要としたので、東武鉄道はここから先東京都心よりもむしろ複雑に網の目のような路線図を形成して沿線に細やかなサービスを提供しています。お、リバティ両毛と交換だ。相手も6両編成。両毛は今少しずつあの新型車両に置き換えられつつありますが、まだ引退するっていうわけではないんですよね。反対列車との行き合いが終わるとまた線路は1本に戻ります。右前方に、これがそうですよね、今向かっている栃木県の足利市が見えてきました。栃木県ではかつて宇都宮に次いで第二の町だったこともある経済の町で、栃木県なんですよね。今列車が走ってるここは多分群馬県なんですけど、今群馬県からちょうど栃木県にこう移ったところですね。この辺入り組んでるんですよ。だから国会議員選挙に出るという人たちもちょっと大変だと思うんですよね。現在いる足利市のほか栃木市と佐野市の3つが合わさり栃木県第5選挙区を構成しています。まあ、なんですがそれより西にある太田、桐生、伊勢崎、この辺りとも非常に深い関わりがあると思うんですよね。まあそこら辺もせっかくお会いするんでね、自民党幹事長にお聞きしてみたいと思います。なんか政治的なあれは目的は本当ないんですけど、それすごい人に出会うっていうこと自体は貴重な機会だと思うんで、なんか今後の人生の参考にできればなと思いますね。加速がいいんだよな。ご視聴ありがとうございました。帰りも乗れたらいいな。最近ナッシュさんとの方針が変わりまして、スーツチャンネルのリンクを経由して初めて購入していただいた方はなんと5000円引きになることになりました。ゲストの樋口一葉さんにお越しいただいています。どうですかこの施策。もう前から申し込んでた。ああ残念、じゃあ5000円引きにはならないですけれども、でももっと早いうちからナッシュの利便性を使うことができていたというのは良かったですね。ナッシュよろしくお願いします。